ハードボット安定して25いけるようになりたいです。継続は力なりだよ。俺も平均11とか12とかだったよ。でも最近はずっと20以上で出てる。毎日100回ぐらいやってるから持ったけど。でも平均して20いけたらめっちゃすごいよ。スランプになった時どうしますか？寝てますね。エイム悪くてもレディアントってなれますか？なれないな。エイムが多分一番大事。いやマジで、でもハードボット本当に成長したわ。なんか目に見えて成長わかるからこれいいわ。マジで俺12とか13しか出なかったの本当に。ハードボット25体やりきるまで試合入らないって俺決めてからめっちゃいいんだよね。だから25体行くまでに時間がかかるから必然的に長引いちゃうんだけど、ボットうちが。そしたら平均22、3ぐらい行くようになっちゃった。ハードボットはミドル選手が一番やりやすいわ。戦士が高い人は多分ね、しんどいと思う。だから俺も多分戦士一生上げないよ。変えるとしても0.3から0.35ぐらいのあたりをうろちょろするわ。そのマウスとかの重さにもよるし、マウスパッドの滑らなさにもよるし。でもアスパス見るとちょっと上げたくなるんだよね、めっちゃ。使いてーってなるけど。しばらく我慢してるの偉すぎない？俺は変わっちまったわ。どんだけスランプが来ても変えてないからね。中身変わったわ。